こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はね、散歩の、散歩から動画をお届けしようと思います。はい。で今日はなんとね、うん、8月13日で、うちの我が家の長男坊の、あっちゃんのね、お誕生日でございます。記念すべき。しかもね、10歳なんだよね。うん。そう、10歳のお誕生日ということで。まあちょっとね、今まだ若干ね、うん、今日暑いけど、暑いけど、でもだいぶ涼しくなってきたのね。うん、まあ、なんでね、ちょっと2人でお散歩でもして、はい、ここにハロー、あっちゃん、あっちゃん誕生日おめでとう、アロリン、アロちゃん早い早い、だいぶ早いよ。うん、元気、元気いっぱいでございます。まだセミが鳴いてるよ。夏だね。ね、もう 毎日ね、暑くて大変ですよ、本当に、うん、何手振ってんの。はい、じゃ食べないで。めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる。ダメ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 、めっちゃ食ってる、めっちゃ食ってる。夏は除草剤が怖いからね。ね、そうそう、なんだかんだね、やっぱ除草剤撒いてるお家もね、そうあるからね。そうだね。だから本当に草を食べさせないようにするのが大変なんだよね。でもなんだっけ、猫じゃらしがくっついてる葉っぱがこの子たち大好きで。あ、そうなんだ。そう、食べちゃうんですよ。ダメダメダメ。なるほどね、うん、アロリン喉乾いたってじゃあお母さんにね、お水をいただいて。入隊してる。えい、あっちゃん、あっちゃんおめでとう。大渋滞です散歩の時のね、ご挨拶をね。僕が大好きだからね。あら、カリちゃん隠れた。どこ行くの？ハロー。はい、ちゃま、10歳になったの、アロロ。あら、ほらお母さん来た。ほらお母さん来たよ。あら、お疲れ様。お疲れ様です。はい、おやつもらって。アロリン、今日誕生日なんだよ。そう、10歳。そうなの。ね、今日で10歳になったのね。年取んない方がいいんだ、どうも。カロリーになるから。食べたくないよね。ほら、カール。はい、ちゃん。はい、よかったね。はい、もう終わり。はい、終わり。もう終わり。把握してるから。わーって人間が引いてくる。終わりっていう言葉がわかるじゃないよ。もうないよ。お水飲みな。お水。熱いですね。ベトベトだよ。ねえ、お風呂が気持ちいいよね。明日、明後日ぐらいからもう台風ですよ。はい。6号、7号が今同時発生してます。すごいですよね。はい。はい。お散歩から帰ってきました。暑かったですね。ちょっとだいぶ疲れたね。うん。夏のお散歩は本当疲れるな。うん、暑いしね。アロリンたちも疲れるしね。うん。でね、アロちゃんへのお誕生日ケーキということで、はい、鶏ひき肉って言ったっけ。今回は鶏ひき肉とブロッコリーのみにしました。おー、いつもは人参を入れるんだけど、今ケビちゃんが、うん、あんまり糖質を食べさせたくないので、ブロッコリーと、すごいね、お肉だけ、肉球の形の鶏肉と、あと卵がね、くる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 。アロリンがね、卵すごい好きだから、今回はね、確かに卵入れました喜ぶだろうね、うん、じゃあ早速ちょっと、はい、晩ご飯兼ケーキをあげましょう。あげましょう。はい、やっちゃん。はい、やっちゃん。あら、開けた。ハッピーバースデーアロリン、ハッピーバースデーアロリン、ハッピーバースデーディアアロリン、ハッピーバースデーアロー。アロちゃん、10歳おめでとう。おめでとう。卵がほぐするよ。
めっちゃめっちゃ。でかいかで。食べる。何警戒。ちょっと火が怖いね。おめでとう。ちょっとね、取り分けましょう。はい。パパ。今日は贅沢だね。いいね。あの、おいしい？アロちゃんが。おいしいね。アロリング喜んでおります。喜んでる。それは喜ぶよね。ディナーだもんね。高級ディナー。バク食い、はいや、どんだけ早いんだよ。カーリー。今ね、うちのカール君はもう絶賛肌荒れ中ですごいんですよ、この辺とかも。ね。まあでもね、治ってきてるから。すごい、毛抜けちゃって。ね、カーリーちゃん、かわいそうにね。早いね。みんな早い。みんな早いね。カーリー。じゃあね、ご飯食べてちょっとリビングに移動しましょう。はい。今はですね、アロちゃんたちもご飯を食べて、うん、リビングでまったりタイムでございます。ね。どうですか、アロリン。10歳になった感想は。いやいや、お尻の肉がないです。あっちゃん、今日お風呂も入ったんだよね。そう、お風呂も入って、綺麗さっぱりね。サラサラになってね。ベイちゃんもね、お風呂に入ったんで。ベイちゃんもお風呂入ったね。待って、ダメ、待って、待って。ベイちゃん、ベイちゃん、待って。ベイちゃん、待って。ベイちゃん、待って、お座り。お座り。お座り。かわいい。興奮してる。ケビン君、どうしたの、ケビちゃん。いいよね。いいね。いい、いいですよ。ケビおいで。いいですよ、ケビちゃんは。おーたん、おいで。アロリンをね、うん、10歳になりまして、うん、大型犬ではね、うん、あの高齢ですけど、ね、まあでもね、毎日元気に元気だよね。うん、いてくれてるからね、うん、これからもね、元気でね、いてもらえるように。今ね、あの我が家はですね、八街市にはあんまりこう似つかない3階建てなんだよね、うん、で3階建ての2階がリビングなんですよ、うん、でやっぱりね、あの毎日ねリビングでまったりタイムがあるから、上り下りがねほんと大変なんだよね。そうだね、うん、やっぱりうちのアロちゃんだけではなくて、他のねワンちゃんもそうだし、うん、やっぱりこれからどんどんね高齢になっていくと大変なんでね、うん、もうちょっとねいろいろと考えましょう。そうですね、うん、うん、ぽっちゃん仲いいな。舐めてるよ、本人。おめでとう、アロリン。おめでとう。何よ。元気やな、お前は。元気ですね。すごい映りたいやつだ。映りたがりだな、おい。お腹出してよ。ポニー。じゃん、映りたがりじゃん。どんだけ映りたがりなんだよ。すごい映るじゃん、あんた。ね。まあ、ワンちゃんがね、今ちょっとゆっくりタイムになっておりますので。はい。またね、ちょっと後ほど。おはようございます。おはようございます。ちょっとね、うん、昨日いろいろとね、うん、また回す予定だったんですけど、はい、思いのほかあの睡魔に襲われてしまって、すごい早く寝たよね。 俺にとっては9時前に寝て、うん、そのまま爆睡してしまいました。はい。すいません。でね、昨日ね、うん、無事に8月13日でうちのアロちゃんのですね、うん、誕生日が無事にお祝いできまして、うん、で、あの一応ご報告ということで、うん、去年のね、うん、選挙当選後からあのちょいちょいね、うん、あの YouTube では言ってないかな、多分あの、うん、他の X とか他の SNS で、うん、僕の方が言ってたと思うんですけど、うん、8月17日が土曜日なんですよ。
8月18日が日曜日なんだけど、そのどっちかから八街市の方でボランティア活動を始めます。はい、はい、やっぱりさ、そのボランティア活動をするにあたって、うん、まあ X の方だとやっぱ結構ね炎上とか散々してて、うん、で言ったのにやんねえじゃねえかとかさ、うんうん、まあ、いろんな声があったんですよ。まあ、ただ個人的にとかね、あとは本当にまあいつも遊んでる仲間だけとか、うんうん、集めてやる分には本当にいつでもできるんですよ、うん、はい、それこそ、うん、その辺のねゴミをちょんちょんって拾ってボランティア活動しましたって写真載っければさ、うん、もうそれすらもうボランティア活動になっちゃうの、うん、でもそれだと俺は意味がないなって思ったよ正直ね、うんうん、今さ八街市はね俺らぐらいの年代の、うん、ボランティア活動をしてる、ね、方たちっていうのが限りなく少ないんですよ、うん、いなくはないけども限りなく少ない。町をさ、ね、いい方向に変えていこうとかさ、うん、そういった思いを持ってさやっていくにはどうしても若い人の、ね、力っていうのが必要なんですよ、うん、そこで個人的にただ単にボランティアをやるっていうよりも少しでも、ね、最初は少しでも徐々にさ、こう八街市のね同じぐらいの年代の人たちが集まって例えばね町に対してのボランティア活動をするっていうのはさすごいさ町に対してさ目を向けることにもなるからそういうのをさやっていきたいなってずっと思ってた、うん、ただやっぱりなんだろうそのいろんな準備もあるし、まあ、何よりやっぱり人員のとこだよね一番大変だったのは、うん、まあいよいよですね、まあ、準備が整ったということで、で今回その1回目に至っても正直その八街市以外のね地域に住んでる人たちからも手伝いますよっていうさお声掛けしていただいてるんですよ本当に嬉しいことに、うん、これは大事ね、うん、本当にありがたいです、うん、だからさなんだろう八街市以外のさ人たちがね手伝いますよって言ってくれてる状況の中でやっぱりさ気持ちの中ではね八街市の人たちも参加してほしいって思うわけじゃない、うん、自分たちが住んでる町だからね、はい、でまあそれは一回置いといて、まあ、どんな活動をしていくかっていうところがまあ重要だと思うんですけど雑草が生えるんだよね、うん、八街市って地域は、うん、でまあ自分家の庭もそうだけどで特にやっぱ一番気にしてるのは通学路、うん、小学生中学生が通うような要は学校までね、うん、通学路がなんだろうここは誰の敷地なんだかわかんないけど歩道に向けてこうもう斜めに草が生えててさすごい邪魔なところあるじゃん、うん、でやっぱ僕たちが住んでる近所でも通学路になってる部分があるんだよね、うん、でそこをよく散歩してるとやっぱ小学生がさ、まあ、小学生だけじゃなくて大人もそうだけどやっぱその草にぶつかりたくないからこっちのね車道側にギリギリに寄ってさ、うん、歩いてる子たちがすごく多く散見されるわけよ、うん、であれって正直危ないじゃん、うん、車もさね中央線にさ寄ってこうかわしてさ走ってってくれてる人も多いし、うん、でやっぱいつかさそういったところから事故が起きるんじゃないのかなとか、うん、日々思ってる中で暑い時期、うん、春先ぐらいから、まあ、秋口ぐらいまでっていうのはやっぱりその草がボンボン伸びる時期なので、まあ、そういった時期は極力ねもう八街市内のいろんなまあ小中学校のところに回って草刈りをしていこうかなと思ってます。寒くなったら寒くなったでちょっと活動内容は変えるんですけど、まあ、それはまずね皆さんとね参加していただいた皆さんとどういったことをやった方がいいのとか、まあ、そういうさ話し合いができると思うから、そうだね、うん、とりあえず今の時期は草刈りを始めたいと思います。はい、はい、ぜひですねこれを見てくださっている八街市民の皆様少しでも活動に賛同していただけるという方がいらっしゃいましたらぜひですねご連絡をいただきたいんですが、僕のですね、連絡先という形でインスタグラムの DM の方にご連絡いただけましたらそこでお話しさせていただければと思いますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。という形でまた、はい、活動しましたらそちらも YouTube の方にさせていただきますのでぜひぜひ楽しみにしてください。ありがとうございました。